よし、潜入成功だな。シャドウ発見、気をつけろ。敵の気配は感じない。安全だ。よろしくね。はい。うわ、綺麗。おお、これは見事な衣装だ。安心してる場合じゃないわ。来るわよ。ねえ、ショーター、ジョーカー、やっちゃえ。敵はまだ来るっぽいぞ。力温存しとけ。あと少し。さあ、片付けましょう。やっ、レバー状態が進めるぞ。チャンスだ、ぶったたけ。うわ、すげえ。すごい、ノエル。シャドウは見当たらないわね。おい、なんか気になるもんがあるぜ。宝箱発見、開けてみよう。シャドウだ、一掃するぞ。敵の増援も後ろめか。では終わりにしてやろう。はい、行きましょう。いい当たりだ、ノアール。その調子、見事ね。やっ、あの窓から外に出れそうじゃない？なるほど、窓から出て外壁を登れば進めそうだな。はっ、シャドウはいねえみてえだ。中身は何かしら。いいものゲットだね。きっといいものだよね。兵道はこの先にいると思う。だが扉凍っちゃってるね。よし、行け、スカル。いや無理だろ、手くっつくわ。お、寒い。さすがに風が強いわね。落ちないように気をつけないと。お前らは喋んねえの？
でもこいつら強そうだぞ。油断するなよ。レッツショータイム。ジョーカーやっちゃえ。弱点にヒット。人造クイーン。もう一人の私。手応えになった。ヨハンナ追撃するぞ。クイーンの追撃が炸裂。まだまだいける。もう一撃。ペルソナここはペルソナで。ヨハンナクイーンナイスヒット。やる。次のお願い。制裁完了。これがもう一人の私。続きます。クイーンの追撃が炸裂。これだけじゃない。めまい状態の敵がいるぞ。チャンスだ。ぶっ叩け。ヨハンナもう一撃。さすがクイーンだな。クイーンお見事。ベルトさすがの頭脳プレーだ。続きます。に登場するぜ。やった。やった。当たれ。決裂。終わりだ。当たれ。制裁完了。おお、クイーンが強敵撃破だ。かわせ。姿だろう。そう。くらえ。追撃。気力が少なくなってる。気をつけて。いただいていく。決めるぞ。これで終わらせる。ということは玉座はこの先ね。急ぎましょう。これが札幌のキング、兵道の鳥かごか。これ氷？すっごく冷たそうな色。全てを拒むかのようないてついた檻。誰も信じられないという心境の現れか。ノワール、顔色が悪いぞ。大丈夫か？うん、大丈夫。ではいつも通りやるか。頼むぞスカル。なんで俺なのか分かんねえけど、しゃあねえ。おら、あんたのせいよ。あんたが、あんたが許可したんでしょ。あんな危ない雪像。誠に申し訳ございません。来た。雪像。ここで、あの子は重かったよね。痛かったよね。顔を返して、私の娘を、私の子を返してよ。今回の事故は全て私の責任です。本当に本当に申し訳ございません。謝ってるのが市長さん。まだ聞こえる。まさか崩落するとは。でも責任は決裁した市長にありますよね。私は何も悪くない。この安月給だ。ちょっとくらいいい思いをしたって。今の声が兵道マリコのトラウマか。雪像、事故って、もしかしてあの公園のところの。雪像崩落事故。あの事故に市長のマリさんが関わっていた。それが彼女のトラウマ。責任を追及されたということかしら。つうか妙な男の声も聞こえてたな。なんか人のせいにしてる感じのよ。とにかく重要な手がかりなのは間違いない。一度現実に戻って真相を確かめるぞ。ここが事故現場なんだよね。
キーワードを入れればトラウマルームに行けるはずだ。おそらくまた敵が待ち構えてる。お前ら準備はいいか？うん。マリさんに何があったのかこの目でちゃんと見ておきたい。キーワードはスノーシティ。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。ここは雪祭りの会場みたいだけど。おい、あそこ誰かいるぜ。いやはや、まさか君がリベートを受け取っていたとはね。先生、どうかこのことは内密に。それは構わんが、私にも見返りがないとね。事故の責任をあの女に押し付けて辞職に追い込んでやりたい。そして私が市長になる。そうなれば君のことも悪いようにはしないよ。協力してくれるね？はい、それはもう。一体どういうことかしら。市長。おやおや、聞かれてしまったか。市長、違うんです。これはそういうことじゃ。市長ってことは兵道か。マリさんはこの密談の現場を見てしまった。事故が起きたのはあなたのせいだったのね。市長も話のわからない人ですね。祭りの主催は札幌中央市。税金も投入されてる。安い業者に頼むのは当然でしょう。それで少々の見返りをもらうくらい職員はみんなやってることじゃないですか。それを雪像が一つ崩れたくらいでたまたま運が悪かっただけだ。なんてこと。今すぐ警察に連絡します。いいですよ、告発するならすればいい。だけどあなたも道連れだ。なんですって。あなたの指示でやったと証言しますよ。そうなればあなたも破滅だ。あなたは市の最高責任者。証明付きの決裁文書だってある。そういうことだよ市長。残念だが君はもうおしまいだ。あなた市議会議員でありながら不正を正そうという気はないの？私はただ事実を語っているだけだよ。どうです、私の話を聞く気になりましたか？ねえ市長。来るぞ。私は悪くない。全部役所の給料が低いせいだ。この世は金が全てなんですよ市長。こいつ市長を脅してたってことかよ。こんな理由があったなんて。マリさんもすごく苦しんでたんだ。考えるのは後だ。今はこいつを倒すことに集中しろ。エルストだ！いただいていく。追撃するぞ。ジョーカーの追撃のヒット。ねえ市長、あなたも同罪ですよね。あなたが決裁をしたからあの子は死んだんですよ。追撃するぞ。最低、全部市長のせいにしようとする。でもマリさんを止めなきゃいけない。あなたに構っている時間はないの。こいつを倒せば鳥籠が開くはずだ。うまい。みんな気合い入れていけ。ジョーカーの追撃のヒット。いただいていく。弱点のヒット。うわー、かっこいい。何をしようと無駄なんだよ。
していくさ。さっさと辞任して消えちまえばいいのにさ。ラフじゃねえか、とっとと倒れろよ。しつこいやつは嫌われるぞ。ここだ。追撃するぞ。ジョーカーの追撃がヒット。テルソナ、私一人を処罰しても無駄ですよ。これで終わるなんてみんなやってるんですから。敵弱ってきてるぞ。みんな構え、覚悟しなさい。片付いたか。これで王の間に潜入できるな。さっきの奴ら何なんだ。なんか市長と揉めてたな。一人は市議会議員、もう一人は市の職員かしら。職員が雪像を制作した業者から不正にお金を受け取っていたようね。仕事を与えた見返りというわけか。いわゆる賄賂だな。業者の手抜きか技術不足かは分からんが、結果崩落事故が起きてしまった。そしてそれを知った市議会議員が事故を利用して兵藤市長を陥れようとした。そんなところかしら。許せん。これで話の流れはつながった。兵藤はこの話を偶然聞いてしまった。雪像崩落事故の本当の原因をな。そして市議会議員が自分を陥れようとしていることを。胸クソ悪い話だぜ。金と権力欲しさの汚え連中のせいだよ。兵藤の気持ちも分かろうというものだな。彼女は周囲の人間が腐りきっていることを知り、ならば自分が正してやろうと考えた。だからマリさんは職員を酷使したり無茶な倫理条例を制定したり、しかも市民を意のままに操り再び市長に当選しようとしている。マリさん、事情はどうあれ、これで鳥かごの鍵は開いた。アジトに戻って予告状をどうするか考えようぜ。んじゃ予告状どうすっかだな。あんまり派手な方法はやめない。あの人そんなに悪い人じゃない気がするし。まあな、一番悪いのは金もらってたやつだしな。いや、それ利用して市長をはめようとした議員じゃないか。実際に事故を起こしたのは業者だ。悪として裁かれるならそちらの方だろ。熱く語ってるじゃねえか。悪がどうしたって来てたのね。ああ、久しぶりだな。つうかお前ら俺のことを忘れてたろ。一言も連絡よこさねえで何してた。言われてみれば。おっさんのこと綺麗さっぱり忘れてた。お前ら逮捕されても知らねえぞ。悪かったって。まあいい。でどんな状況だ。なるほどな、それが兵藤真理子がキングになったきっかけか。だから悪がどうこうって話してたわけか。おっさんはどう思うよ。お前らお人よしにも程があるぞ。どういうことだよ。確かに兵藤真理子が追い込まれたのは腐った悪党どものせいだ。だが今の奴がやってることは何だ。人を改心させ操る悪じゃないのか。それはそうだけど。それに結局のところ事故の責任は許可を出した兵藤にある。経緯はどうあれそれが責任者ってもんだ。いやけどよ、法の外から善悪を正そうってお前らにとっちゃ納得しにくいのはわかる。だがそれが世の中だ。いつまでも正義の味方を気取ってるといずれ痛い目を見るぞ。ひどいぞ善吉、そんな言い方するな。うん、悪かった、少し喋りすぎたな。いえ、あなたの話も一理あるわ。確かにそれが世の中かもしれない。だけど簡単に割り切りたくないの。
でないと救われない人たちもいるって私たちは知ってるから。俺たちにしか助けられねえ奴を助ける、そのために怪盗団を作ったんだからよ。お前らが本気なのはよくわかったよ。でどうする？どっちにしろ兵道をほっとく気はないんだろ。うん、マリさんを止めよう。ハル、マリさんが今やっていることは歪んだ欲望の押し付けでしかない。どんな理由があったってそんなことを許しちゃいけない。うん、我が輩たちは己の正義を信じて戦う怪盗団だ。我が輩たちが信じるやり方で兵道に引導を渡してやればいい。異論はない、決まりだな。ありがとう。それで予告状はどうするんだ？市長の部屋にカレーと予告状を届けるとか。出前かよ。つかそこはラーメンじゃね。部屋とか限られた空間は避けた方がいいかも。市長選の最中で外にいる時間が多そうだから。ターゲットが予告状を見ないと意味がないわ。遊説先なんかを狙えないかしら。選挙戦中に通りそうな場所なら鈴代の選挙ポスターがある場所は？演説で必ず行くだろうし。ああ、演説のタイミングに合わせればバッチリだな。問題は誰が実行するかだが。おい、なんだお前ら、まさかまた。よっさん、今回もよろしく。あのな、ただでさえ俺は仙台でお前らの片棒を担いでんだぞ。なんとか頼めないかしら。さっき喧嘩売ってきた罰だ。自業自得だね。予告状は私たちが準備しておきますから。頼んだぞおっさん。このクソガキども。ああ、もう分かった分かった、やりゃいいんだろう、やりゃ。ありがとうございます。ったく、なんでこんなことに。まあいい、やるなら早朝だ。遅れんなよ。いいか、時間に呼び出して。マリさんのことを話したくて。おかしいよね、私マリさんのことをずっと思い出せずにいたの。長谷川さんから名前を聞いた時ですら全然ピンとこなくて。けどマリさんにハルちゃんって呼ばれた時にね、急に何かの蓋が開いたみたいに昔の記憶が溢れてきたの。子供の頃のこともマリさんのこともいっぱい思い出した。あんなに大好きな人だったのに。きっと私自分で思うよりもずっとお父様のことを引きずってたんだね。お父様がいなくなってしまった辛い記憶も共に過ごした昔の記憶も心の奥に沈めて、いつの間にかマリさんのことも思い出せなくなってた。ありがとう。でもきっと私また逃げてたんだと思う。昔ね、お父様とマリさんにくっついてゴルフコースを回ったことがあるの。その時一緒なのが嬉しくてはしゃいでた私は転んで泣き出しちゃったんだ。そしたらマリさんが厳しい声で、泣いてはダメ、立ち上がりなさいって。びっくりしちゃった。どんな時も優しい人だったから。でも
マリさんが優しい人だって知ってたから泣き止んで立ち上がることができた。マリさんが間違ったことを言うはずない、信じようって。そしたらマリさん私を優しく抱きしめてくれた。これから辛いこともたくさんあるかもしれない、だけど立ち上がれば何度だってやり直せる、それを忘れないでねって言ってくれた。あの時は理解するのが難しかったけど今ならわかるんだ。優しさだけが全てじゃない、時には間違いを正す言葉が必要なんだって、逃げていちゃダメなんだって、立ち上がらないといけないんだって。辛い現実から目を背けていても何も変わらないんだって。そうなれたのもあなたや怪盗団のみんなのおかげだよ。私はお父様を助けられなかった、だからこそマリさんは助けてあげたい。マリさんが私に言ってくれた言葉をマリさんに伝えたい。そうだね、聞いてくれてありがとう。私頑張るから。それじゃあおやすみなさい。なあ、ハルはどうしてあそこまで兵藤マリコにこだわるんだろうな。私には心がないからやっぱり理解できない。どうして人は誰かのために必死になるのか。私にもいつかその理由がわかるんだろうか。わかった、信じる。人の心はわかるようでわからない、グギギって感じだが、私は人の良き友人だ。引き続き学習を続ける。さあ皆さん、共に札幌を真っ白で美しい街に、兵藤マリコに清き一票を、清き一票を。ちょっとあれ、予告状？ん？マジじゃん。何かしら。心が凍った偽りの女帝兵藤マリコ様、他者を意のままに操り道具のように使い捨てるその冷徹さ、そして斧が権力にすがるあなたを私たちは許さない。あなたが奪った人々の願い、今宵我々が頂戴いたします。これは怪盗団、私の願いを奪おうというの？冗談じゃない、あれは私のもの、私だけのもの。何人も私がキングであり続ける邪魔はさせない。いいわ、ちょうどお腹が空いてきたところなの。どんなお味がするのかしらね。あなたたちみんな私が食べてあげる。何ぼさっとしてるの、早くこれを剥がしなさい。待ってて、マリさん、もうすぐだから。行きましょう、マリさんを改心させなくちゃ。装着だ、そして再開だ。これは、待たせたな。
てめえを成敗しに。うるさいわね、黙ってて。なんだよあれ。まさかあれがマリさん。どうしてあんな姿に。これが兵道の歪みが現れた姿ってことか。何なのかしらあなたたち、私の邪魔をしないでちょうだい。あと少し、あと少しで私は主張を続けるだけの票を集めることができる。違います、マリさん。それはあなたが人の心をねじ曲げて奪った偽物の票なんです。それに今のままではあなたの部下、職員の人たちが倒れてしまう。誰も信じられなくなるのもわかるよ。でもだからって人を傷つけていいわけない。うるさいわね。私は間違ってなんかいない。汚職を働く職員は徹底的に働かせて更生させる。私を裏切るクズ主義どもは全て粛清する。私に従わない市民の票も私が全部食ってやる。そうすれば誕生するのよ、まっさらで美しいスノーシティが。彼の言う通りです。マリさんが集めた人々の願い、それは本来人が選択すべき心の意志。それを奪って思い通りにしたところで何の意味もありません。人は自ら立ち上がって答えを見つけ出す。そのためにこの心を授かったのです。お黙りなさい。いいぞノワール、もっと言え。マリさん、あなたが人々から奪った数々の願い、この美少女怪盗と怪盗団が今宵頂戴いたします。本当に嫌になっちゃうわ。私の邪魔ばかりして。あなたたちみんな、私が食べてあげる。マリさん、あなたは間違っている。みんなの願い返してもらいます。黙れ黙れ。あなたたちに何がわかる。私を否定する者は残らず食らい尽くしてやるわ。きれいに食べてあげるわよ。うわ、なんだこの料理。スカ、すげえうまそう。そんなこと言ってる場合じゃないっての。来るよ。お、見せるわ。嫌え。せっかく白く染めたのに。あいつ呪音属性が苦手みたいだ。やってやれジョーカー。続きます。ジョーカーの追撃がヒット。いや、いただいていく。やっとくわ今だ。ここか。強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。せよ、しらえ。続く天気実況。いつもすごいね。よっよっ。あれ使えないかな。一気に決める。私にやらせてくれよ。頑張るね。違う違う、私は間違ってないのよ。敵すっごい苦しんでる。粘土属性が弱点みたいだぞ。まだよ、まだ食べなくちゃ。全部私が食べ尽くすの。
おとなしく食べられなさい。マルさん、もうやめて。優しかったマルさんに戻って。ご覧なさませ。追撃するぞ。もうある。続けて決めた。どんどん行きます。ボール。永遠になったのよ。追撃するぞ。ジョーカー、気力少なくなってる。気をつけて。まだまだ。よっと。もう私が倒れたら誰が、これでもっと力になるね。新しい技を覚えたぞ。まだよ。私は倒れるわけにはいかない。不正を一つ残らず排除するまでは。もういい、もういいんです。マリさんは優しい人だから全部背負おうとしてたんですよね。汚職をしていた部下のことも、自分を陥れようとした市議の人も、そして事故で亡くなったあの子のことも、全て自分が責任を負って二度と悲劇が起こらない街を作ろうとした。そうなんですよね。何の罪もないあの子が犠牲になったのは市長である私の責任。部下の裏切りのせいで、腐った連中の金勘定のせいで、私が退けばいいとも思った。でもそれじゃダメなのよ。次のクズが権力を手にするだけ。だから私は市長であり続けようとした。どうせ食うか食われるかの世界なら私が全て食ってやると。たとえ偽物の票で得た地位だとしても、それで悲しみのない世の中を作れるならと。だって私が食われたら誰があの子の死の責任を取るっていうの。あんな小さな子が亡くなったのに、私は悪を一掃することもできずに。今からでも遅くない。事件の真相をみんなに語ってください。そしてもう一度やり直して、マリさん自身の力で。そんなこと無理よ。私自身が市長であり続けるために真相を隠すことに加担してしまったのだから、これでは。もう立ちなさい、兵道マリコ。そこで倒れたままでいいのですか。あなたの優しさは、意志は、こんなことでつまずくような弱い思いではなかったはず。だから立って、立ち上がりなさい。たとえつまずいても何度でも立ち上がるのです。その言葉は、そう、昔マリさんが私に送ってくれた言葉です。たとえ真実を告白しても、必ずマリさんの思いを見てくれる人がいます。そんな王冠の力に負けないで、自分の意志を思い出してください。そうだぜ市長、負けんなよ。あなたの気持ち絶対みんなに届くから。私もお父様が亡くなって心が張り裂けそうだった。でも怪盗団のみんなのおかげで前を見て歩けるようになったんです。だからきっとマリさんにだって何度倒れても立ち上がることを教えてくれた強くて優しいマリさんを思い出して。そう、そうね、ありがとうハルちゃん。間違っていたのは私の方だった。職員には無理なんだよ、押し付けて。おかしな力で
無理やり市民の支持を得て支援に駆られて、いつの間にか最初の思いを見失っていたわ。自分がどうして市長になったのか、誰からも愛される素敵な街を作ること、私を育んでくれた街への恩返し。だからもう一度立ち上がってみせる。二度と間違えたりしない。こんなもの初めから必要なかった。ハルちゃん立派になったわね。あなたのお父様もきっと天国で喜んでいると思うわ。マリさん喜ぶ？崩れるよ、行こう。すっかり遅くなってしまったな。ハル、お疲れ様。うん、みんながいてくれたから。でもマリさん大丈夫かな？大丈夫だと思うぜ。いつもみたいに消えてったじゃんか。ああ、ハルの思いは確実に届いた。あいつの心は間違いなく変わったはずだぜ。ひとまずここでのミッションは終了だな。あとは市民が元に戻っているかどうかね。すぐに確かめたいところだけど。とりあえずなんか食おうぜ。つうか腹減って倒れそうだわ。そうだな、腹が減っては戦はできぬだ。いや、戦は終わったろ。なあなあ、我が輩ジンギスカンってやつを食べてみたい。わあ、北海道名物。なんだと、今日こそ伊勢海老鍋ではないのか。いつ決まったんだよ。つかこのクソ暑いのに鍋はねえだろ。でもそれ言ったらジンギスカンも鍋じゃね。嘘、なんで焼肉じゃなくて。確かにジンギスカンで使うのはジンギスカン鍋っていう調理器具ね。そうね、すき焼きっていう名前だけど見た目は鍋ね。どうしてかしら。いや、我が輩どうでもいいぞ。お、受けてる。だな、札幌に咲いた美少女怪盗100万ドルの笑顔だ。よかった、ずっと思い詰めていたみたいだったから。ああ、夜中にこっそりリーダーを呼び出して相談するほどにな。見てたの？じゃあソフィア、札幌一のジンギスカンのお店探してくれ。ソフィア。あ、悪い。OK だ、任せろ。まあ、いい感じなんじゃね。兵道マリコへの異様な熱狂は消え、ごく普通の顔を取り戻したようだな。まずは一安心だけど、この変わりをやっぱりキングの力が恐ろしいものだと再認識させられるわ。ねえ、今から兵道さんが会見開くって。お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。本日市民の皆様にご報告申し上げたいことがあります。この度私は市長選より撤退し、市長の職も退く所存です。私は市長
長という立場にありながら皆様の信頼を裏切りました。先に発生した雪像崩落事故に関しまして真相をお伝えいたします。崩落した雪像は市の職員が不適切な業者から賄賂を受け取り制作したものでした。私は責任者でありながらそうした行為を見抜けず雪像の制作を許可いたしました。結果として雪像は崩落し一人の女の子の尊い命が奪われたのです。さらに私は真相を知った後も自らの立場を守るために事実を隠蔽しました。市長であり続けるため仮初めの支持票を獲得していたのです。保身のために皆さんを裏切り不正行為に加担したのです。私自身も加害者の一人。私があの子を殺したのです。よって当該事件を改めて警察に捜査していただくとともに私は全責任を負うため市長選から撤退し市長を辞任させていただきます。兵道さん、迷いのない顔ね。マリさん、警察に捕まったりするのかな。どうかしら。兵道は自分が市長で亡くなり市民を守れなくなる方が怖かったんだろうな。事実を公にして党の職員に責任を負わせることはできる。だが他にも悪が潜んでいるはずだと気が気ではなかったんだろう。でもこれで良かったんだと思う。マリさんは過ちを犯したままでいるなんて望んでなかったはずだから。善吉から電話だぞ。よう、兵道の会見見てたか。お、ご苦労さん。とりあえず礼は言っとくぜ。で、兵道は崩落事故の重要参考人として事情聴取されることになった。スマホの解析も必要だと思ってな。これ使って俺が護送を担当することにした。一応本人と話す時間くらいは作ってやれる。どこかで待ち合わせないか。ごめんなさい。本当にごめんなさいね、カホちゃん。マリさん、ハルちゃん、私どうかしていた。おかしな夢を見続けていた気分よ。いつからこんな風になってしまったのかわからないけれど、でもあなたに言われて昔の自分を思い出したの。そして市長になった時の思いを、町の人たちを家族のように守ろうと誓ったあの気持ちを、あなたのおかげで私はようやく自分と向き合えた。そして私がしていたことは亡くなった子への裏切りだと気づいたの。現実から目を背け独りよがりだった私はあの子に何も返せていないって。そんなこと、マリさんはマリさんなりに。いいの、事実よ。もしかすると私はこの先ずっと人々を苦しめ続けていたかもしれない。でもそんなことはこの子が望むはずがないもの。だからお礼を言わせて、ハルちゃん。この町を、私の家族を救ってくれてありがとう。マリさん、
お父様が亡くなってまだ日も浅い大変な時に本当にごめんなさい。この先困ったことがあったら私に言って、何があってもすぐ駆けつけるわ。はるちゃんだって私のとても大切な家族なんだから。ありがとう、マリサ。はるちゃんよかったね、はる。じゃあもう行かないと。急に市長を退いて町のことは心配だけど、後に続く人たちに頑張ってもらうわ。横暴で愚かな市長の代わりにね。もう政治の世界からは身を引くということですか？これ以上市民に合わせる顔なんてない。私もお年だし、これからは若い人が。市長、あなたは。ニュース見ました。本当に辞めるんですね。しかも政治家を引退する。はい、もう二度と皆様の前には。ふざけないで。あなたが消えたところで、あの子は帰ってこない。カホの娘の死は変わることはない。おい、止めた方がよくねえか。待って、多分あの人は。だからあなたは逃げずに戻ってきて、全てやり直してもう一度市長になって。やり場のない怒りをぶつけた私の前で、あなたは涙を流してくれた。あなたは逃げずに私の悲しみに寄り添ってくれた。その姿は私が一番よく知ってるわ。お母さん、ありがとう。ありがとうございます。約束します、あなたやあの子のために必ずもう一度立ち上がって市民を守る市長になると。アリさん、なぜだ。これは多分悲しい場面のはず。だってみんな涙を流してる。なのに温かくて優しい。これは一体なんだ。そうか、だからハルは兵道を助けたのか。悲しいを嬉しいにするために重要情報を記録。ソフィアは喜びを学習した。あの人が亡くなった子のお母さんだったんだね。でも分かってくれてたみたいだな、兵道の思いを。マリさん、よかった。ハルがジェイルで言った通りだったわね。立ちなさい、兵道マリコだっけ。ちょっと思い出すと恥ずかしくなってくるから普通にかっこよかったよ。私感動したもん。やめてってば。およくやったあのそう、にゃふん。いいぞ。
そう。あれ？